はい、よろしくお願いします。私は今回雑貨を集めるにあたって鳥の雑貨を中心に集めました。全体的に小鳥さんなんで可愛いのでプリティなんですけれども、やっぱり集めやすかったのはプリティとナチュラル系でした。それに引かれダンディモダン系なのが何とかあると集めにくかったです。あとなんかエスニック系はなんかやっぱり東洋系となってしか限られています。今回なんか集めるにあたってなかなかこれがここに入るのぐらいのこの枝豆なんかなんか柔らかなとかあったんですけれども、ここに入れていいのかぐらいです。私はやっぱり可愛いこのプリティートークル系を今後作っていきたいなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。